えば螺旋階段でこう降りていくと時代の色相っていうに出会えていくっていうようなそういうまあ建築空間がもしできるならば展示室入ると大牧さんの作品が奥にこうスッと見えるんですけども、その中でまあ他の作品もこうある中でのこう響き合うエコーみたいなものを感じていただきたいなって。今回のゲストはアーティストの大牧伸二さんとキュレーターの山峰純也さんです。どうぞよろしくお願いします。ご紹介をまずお願いします。大牧伸二さんです。これまで存在とは何かという問いをテーマに、環境や他者といった外界と記憶や意識などの内界、その境界である身体の関係性を探り、三者の間で揺れ動く曖昧で捉えどころのない存在に迫るためのインスタレーション、パブリックアートを多数手掛けられていらっしゃいました。まさに今回はあれですね、本当にリミナルエアをこう出していただく形になっていて、なんか大牧さんの中で、非常に重要な作品だと思いますし、今ここに上がっている作品も踏まえて、いくつかの作品を、ね、ご紹介させていただければと思うんですけど、まずこちらの作品は、これはね、エコーズインフィニティって作品ですね。これは資生堂ギャラリーで個展をさせてもらって、彫刻を最初に勉強してて、で彫刻っていうとやっぱり物を作るっていう感覚というか、それを磨いていくというかね、で実際に物を作っていくっていうことを、まあ、大学院まで助手もやったんで3年やって9年大学でやってたんですけど、物を作っていくっていうことだけでは表現っていうのに限界があると。でそれで自分がじゃあ表現をするにあたって何を捉えようとしてるんだろうとっていった時に、今普通になっていると思うんですけど、インスタレーションっていう分野、そういった分野にこうどんどん展開していくきっかけになってきた、あの自分の中の転機の作品ですね。でこれは床に、日本画の顔料で、こう伝統的なその花柄をバーッと描いていく作品なんですけど、これあれですよね、塗ってるのではなくてそのステンシル、あ、そうステンシル、はい、ステンシルでこう一個一個やられてるってことですね。はい、僕の場合はこれをこう顔料の量をこうかなり持っていって、かなりこう5ミリとか1センチとか、すごく物質的というか、表面がこうなんかザラザラしてなんかこう盛り上がっていくっていう、まあ、絵を描くという感覚よりもそれを持っていって、そこに関わっていく人が踏んでいって、こうどん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 こう時間をと記憶をこうその床自体にこう擦り込んでいって、刻んだことによって、この空気、今白いその壁だとか天井の膜だとかそういったものに反射していきながら、空間自体がエーテルっていうんですかね、宇宙空間でいうと、そういうエマルジョン的な、つまりこの光だとかこの粒子そのものは見えないですけど、こういう空気そのものが物質的にこう私たちの体にこう影響を与えていくような空間を作っていくっていうのが、あのこの作品の狙いです。これはね、秋葉原と歌舞伎町の空間を切り抜いたっていうか、写真からこう起こして光にしたっていう作品なんですけど、リミナルエアコアっていう作品ですね。人工漆を使って描いているんですけど、ここのフォルム自体が人間の形になってて、人間が作ってる空間だけど空間も人間に影響しているっていう、お互いにこうしながら、そのアンビバレントな 両面価値性を持ちながら時間と空間の層を作っていくっていう、これを考えたのは北極かな、南極でボーリングっていうそのことをする、そのなんか画像を見たことあるんですね。アイスコアを抜いた時にすごい時間層がそこの中に存在してて、で私たちが今生きている時間っていうのはもう認知できなくなっていく、絶えず過ぎ去っていくから、これを何十年こうごとに、例えば10年ごととか、そんな時代が変わるごとに写真に撮って起こしていったら、どれだけ私たちがどういう色彩の中にいて、どういう空間の中で思考を巡らせて外部世界を作ってきたか、外部世界によって私たちは何を自分の中に内在させていくのかっていう、まあかなり表層的なんですけど、その表層こそが内層であるっていう、ある意味地層みたいな、そうですね、ことを表している部分、これの夢は本当にあの吹き抜けのすごい空間に何十年何百年っていうものがずっと、僕が死んでもね
そういうことを作っていってもらって地層化されていくような空間ができると、その例えば螺旋階段でこう降りていくと、その時間時代の色相っていうに出会えていくっていうような、そういうまあ建築空間がもしできるならば、そういうところで表現していくと面白いなってずっと考えてました。まさに太古の時代をね閉じ込めたアイスコアをこう造形的に作り出していくっていう、秋葉原歌舞伎町の地層というか、まあ、光の層みたいなことですね、自分で。これはこれもこのリミナルエアシリーズで、まあ、光の運河っていうコンセプトを持った建築に、展覧会やってほしいって言われたので、水面にこう光がこう当たっていった、その光そのものを水をなくしてしまって、光そのものがその空間の中に立ち現れたらどうだろうというところで、その光を線でこう表しながら、光のマスを知り合いの建築家にあのデータを作ってもらいながら、それをアナログで、コンピューター持ってなかったんで全部手で図面を描いて、これ方眼紙ってあるじゃないですか、はい、あれをこれぐらいの厚さまでこう全部描いて、それを5センチごとのレイヤーで描いて12メーターぐらい作ったのかな、うんうん、それがこうあの11万本のナイロン江戸組紐っていうのでこうできてるんですけど、光っていうものを物質的に私たちはこう感じることができないので、見えないじゃないですか、見えてるんだけど捉えてないっていうか掴めてない、うんうん、だからそういう感覚をもし物質として捉えていったり、その逆転した反転したその世界に自分がこう飲み込まれていった場合、どのようなあのホワイトアウトする世界がこう感じ体感できるのかっていうので、こういうあの波をこう運河に照り返す光、はい、もうそれをデータにしてもらった、こういうことに波長ですよね、つまり波長、でそこからもあとはアナログでつないでいくっていう、もう床屋さんのこうあれでもハサミで自分できるだけなんで、これ彫刻家だなって思った瞬間ですね。そうです、今回のアートフェスティバルでの作品もぜひ解説いただきたいですが、はい、この、 あのリミナルエアシリーズの時の影っていう作品ですね、この空間そのものに存在しているその記憶みたいなもので、そこにこう落ちた影がこうひらっと舞い上がって、不在であったものがもう一回存在してくるという、うん、この中に漂うという、そう影のイメージなんですね、はい、それまさになんかその大牧さんの今まで見せていただいた作品も、うん、その物事にこう内在しているあるいは空間だったりとか、まあ、エネルギーみたいなものをすごいやっぱ感じさせてくれる作品だなと思っていて、でもこれはまさにそういう意味ではすごく象徴的で、大気の流れっていうものが形を作っていくこう自然のまあ彫刻というか芸術だなと思うんですね。でもそういった観点からまあ、今回選ばせていただいたんですけども、やっぱりその語りすぎてしまうとその相手の想像をする余地を埋めてしまう部分というものがあって、引いていく黙っていることによってその見る側の想像力を喚起していくっていうのがすごい大事なんですね。この作品を作るにあたってはすごく布っていう言葉が一つあったとしたら、布という言葉を奪うことがすごく大事で、布という固定概念が自分たちの豊かさを全部奪ってしまってて、そこの中にある物質っていうその記憶と結びつけながら、確かなものであることが自分たちの世界を理解していることだと思ってるんだけど、実は光によって本当はその存在自体があの違うんじゃないかっていうことを私たちは理解しなければ、多様性っていうもの視点の違いっていうのが生まれてこないじゃないかと、だからこのものっていうもの自体をどうやって違った視点で理解し得るのか、でこれを布と言わない方がいいっていうふうにいつも思ってるんですけど、これはやっぱり僕に何かの被膜みたいなものに見えるんですよね。でその被膜っていうものがこちら側とあちら側の世界にあって、でそこでそれはなければ見えないものが被膜があることによって可視化されていくということで、やっぱり今回のテーマのニューソイルということであったりとか、その背後にある何かとつながっていく、もう一度つなぎ合わすということは、現代社会の中でもうこれを見よう、
こういうことが問題であるって与えられることが多い情報型になっている部分っていうのがあって、自分たち の, その身体の中にある感覚器官とかもっと開いていく部分、もともと持ってた部分とかっていうのを失ってる部分もいっぱいあるんだと思っていて、そういう意味ではやっぱり今回 の, そのアートを通してもう一度その世界のこととつながり、自分とのつながりみたいなことを考えていくっていう上で、まあ、一つ の, その展覧会自体がそれをあの感じ取れる、まあ、飛膜でもあるし場でもあるし、うん、っていった時に展示室入ると大巻さんの作品が奥にこうスッと見えるんですけども、うん、その中で、まあ、他の作品もこうある中でのこう響き合うエコーみたいなものを感じていきたいな、いただきたいなってすごい思うので、大巻さんは芸大の先生でもいらっしゃって、でやっぱりこう今アートがいろんな形で広がっていって、ファンの方も増えてコレクターの方も増えていって、それで若い世代のアーティストたちが、まあ、売れる機会がこう増えてきたって言った時に、それはすごく喜ばし嬉しいことで、ある一方で想像しながら言葉にならないことを感じ取りながら思考していくっていうような、すごくその、まあ、言葉にしきれない深遠さっていうのがやっぱりあって、そこがやっぱりこういうところであのさ、うん、大巻さんが 出ていただくってことも、うん、やっぱりそういうところにこう結びついて、アートの持っている本来的な力っていうものをこう伝えていくっていうことで出ていただいて、うん、あのものすごい大事だったので大巻さんが出て、うん、楽しみや、ね、本当は作家っていうのは、まあ、学生にもいつも言ってるんですけど、あの売れるとかじゃなくて、その時代が持つ可能性、その時代が持ついろんないいことも悪いことも含めて、どう残してどう捉えているのかっていう人間の在り方っていうことを、私たちは売るものとしてではなくて、精神として、時代の精神として芸術家は存在すべきなんじゃないかなっていうふうに思ってます。本当に今日は来ていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございます。本日のゲストは大巻慎二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。